クイックレリーズの止め方です。緩んだ状態です。レバーを上げまして、手で、ナット側をこう締めていきます。で、止まったところで一旦下げてあげます。そしてだいたいナット側を1回転するぐらい締めてやって、レバーを倒してやると、これぐらいの強度で、だいたいいいと思います。で、位置としては、フロントはこういう感じです。フロントフォークに、平行に、沿わせるように、止めてやるのがポイントです。リアのクイックレバーの位置です。こういう感じですね。シートステイに平行に沿わせるか、まあやや上向きの位置にします。これが例えばこういうふうに後ろ向きにしますと、レース中に後ろから後続車の前輪がここに当たって開いてしまう可能性もありますんで、こういう位置にしてあげてください。アジャスターがついている80年代までの黒森でいうと、ちゃんとタイヤがセンターに来てるかどうか確認をして止めてあげてください。リアエンドにですね、アジャスターがついたリアホイールの止め方なんですが、クイックレバーが緩んだ状態でタイヤというかホイールを両手でこうやって後ろに引っ張ってあげます。で、この引っ張った両方とも完全に引っ張った状態で、チェーンステイとタイヤの隙間を見ます。そしてこの隙間が左右均等でない場合、このアジャストネジを、どちらか緩めるなり、締めるなりして、隙間を均等にさせます。そしてはい、大体見てみますね、均等ですね。ホイール軸の位置ですが、見ての通り中央よりやや前寄りになってます。これぐらいがベストです。で、この状態で、クイックレバーをグッと締めてあげます。